受験競争が厳しい韓国で日本の大学入学共通テストに当たる試験が始まり、今年も厳しいコロナ対策が取られています。試験開始まで1時間を切りました。定番の応援合戦は3年連続で自粛となり、会場前は非常に静かです。韓国では国を挙げて受験生の支援が行われ、今年も遅刻しそうな受験生をボランティアなどが送り届けたほか、英語のリスニング試験中は全ての空港が離着陸を取りやめました。緊張で잠도되게많이설친것같아요。자김치볶음밥도시락이、네、韓国では1日の新規感染者数が5万人台と感染が拡大していて、受験生はマスクの着用が義務付けられるほか、感染者専用の試験会場も用意されています。